今日の動画ではユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの今すぐ使える首元部分のよれの解消法だったりとか予防法ですね、そちらを紹介していきます。こちらなんですけども、やっぱりたくさん使っているとこのように首元のよれ部分が目立ってしまう場合があるんですね。実際ね、僕みたいな思いをされている方も多いのではないでしょうか。ただまだまだ暑い日は続きますので、せっかくならば長く愛用し続けたいですよね。今日使える2つのテクニックは皆さんが普段使っているような T シャツでも活用できる方法なので、是非お気に入りの T シャツがあれば実践してみてください。まずはこのように氷水を準備します。そして首元の部分だけ氷水に浸していきます。もし氷がなかったら水だけでも OK です。氷水の方がよりよれが解消しやすいといったメリットがあります。次にここを絞っていきます。あまり絞りすぎず、ぎゅっと水を押し出すぐらいがいいですね。水を出す時にちょっとシワになっていますので、しっかりとこの部分を縦に伸ばすということを意識してください。このまま乾かしても首元よれはある程度取れるんですが、仕上げにアイロンを使うとより綺麗に取ることができます。ちなみに今回使うユニクロの T シャツはポリエステルが入っているので、可能であれば当て布をするのがいいです。今ここにね、首元の部分があるんですけども、こちらもアイロンで縦に伸ばしていきます。ポイントとしてはあまりアイロンで乾きすぎないようにするのがいいです。アイロンで伸ばしたので綺麗になってますね。次に乾かす時のポイントなんですけども、このままかけるのではなくてハンガーを2本使ってください。このようにかけて、もう1本のハンガーに T シャツの裾部分を少しかけるということですね。これだけで OK です。このようにして押すと首周りに負担がかかることがないので、よれを防ぐこともできるんです。で、別にこれは今回に限ったことじゃなくて、普段の洗濯の後にでも使えるテクニックですね。それではしばらくこのまま干して結果を見てみましょう。はい、それでは乾きましたので実際に首元をご覧いただきましょう。まずは白ですね。ご覧いただくと分かる通り、よれがなくなっているのが分かると思います。ブラックも同様ですね。首元のよれがなくなっています。これだけ首元のよれがしっかり取れていれば、まだまだこの T シャツを活用することができますね。次に予防法なんですけれども、予防法としてカバーしやすいのが洗濯をする時と干す時です。このような輪ゴムを使ってですね、首元の部分を縛るんですね。このように縛った上で洗濯をかけると首元の部分に負担がかかりづらくなりますので、よりにくくなるんですね。また実際に洗濯をする場合は洗濯ネットに入れて洗うことをおすすめします。次に干し方なんですけども、干し方に関しては先ほどお見せした通り2本のハンガーを使って干してみてください。そうすると首元に負担がかかりすぎず、よれにくくなります。まだまだ暑い夏が続き、 T シャツを活用することも多いと思いますので、是非今日の動画を参考にケアをしてみてください。毎日こんな感じでおしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければぜひチャンネル登録やコメントとかもお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。